皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。今回は注目の難しいからフランスの方のコース、コースタイトル読めません。ベストクリアタイム2分53秒、クリア率は約 5%。 サムネ見る限りね、かなりしっかり作り込まれていて楽しめそうなコースですよ。どっちが正解なのかわかんないから、こっちじゃないな、このノコノコを使って何かをしていく感じ。ブロックを壊せるよね。ここはまず、ああ、何やってんだ。ほい、こうやって壊してもらって、どうしよう、どんどんいけるところを広げていくのかな。こっちも壊せるから、とりあえず壊してもらおうかね。ほいほい、ここはフラワーとかがいっぱい出てきたぞと。で、ノコノコをとりあえず壊しちゃった。邪魔っぽいから。ほい。で、アイテム取ったら戻るのか。ノコノコ、ノコノコだっけ？あいつもう使わないといいんだけど、あの、ブロックとかも一応壊しておく。てか、迷路になってるのかな？普通に進んでいっていいのかな？カメックいるな。カメック邪魔だから要注意やでと。はい。まあ、道はわかんないんだけど、落ち着いて時間かけていけばそこまで、苦戦することもなすと、まあ一回すでにやられてるんだけどっていうのは内緒で、で、実はもう苦戦してるんだけどっていうのも内緒で、まあ落ち着いて落ち着いて、ほい。なに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 、カメック倒したらいきなりピンポンとか鳴ったけど、まさかそれだけで正解だったりした？落ち着いて、ファイヤーバーのタイミングをよく見て、いくよ、ほい。壁ずりしなくて正解だったかな。ピーンポーン、よいしょ。こいつでこのブロックを破壊してもらうと、何かあるわけではない。これはキノコか、ファイヤーだったら嬉しかった。あ、プロペラ発見、隠し、こういうの見つけるとハッピーだよね。こっちから行ける。よし、こっちはキノコか、まあ、プロペラあるからいらないといえばいらないんだけども、やっぱりそれでもありがたい。よかったね、プロペラ取っといて。ワンダメージ食らってもこれで大丈夫。鍵とか持ってないよね、多分あいつは。でもあれ登ってくるのかな。よいしょ。これでどんどん進んでいくる。落ち着け落ち着け。あなたのクルクルクールは冷静沈着が売りだとか売りじゃないとかよく言う、わかんないこと言ってるけど。よし、ここは下に降りちゃってんじゃないかな。多分こっちが正解な気がする。どんどん進んでいこう。ほい。ほい、ここ、下、下、下。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ない。待って、待って、ここの、よいしょ。危ない、危ない、行っちゃった、行っちゃった。よかった、このリフトに乗りたかった。なんとかここまでたどり着いたけど、そろそろキノコの補充とかあってもええんやで。カメックを倒したらどこでもピンポンってなるらしいね。面白いわ。ここ、右側行くと何かあるのかな。でも、多分、戻ってくるエリアだと思うから、そこはあえて気にしないでいこう。ほい、くーん、よいしょ。あ、いけるいける。ほい、しろ。ショートカットしたいんだけど、逆にショートカットになってなさそうな。よいしょ、時間かかっちゃってショートカットになってないような気もするけど、普通に行こう、普通に。よし、普通に行こう、普通に。やっぱりね、何事も人生普通に行くのが大事ですよ。本当にこっちでいいのかな、ちょっと心配なんだけども。あ、クラウン発見。おーい、ね、そこのコインのところでさっき壁キックがうまくできてればここまであっという間に来られたんだけど、それができないのがクルクルクールクオリティ。そしてこの2マスの、2マスじゃないか、この隙間を抜けていくのも結構実は意外と難関だったりする、クルクルクールクオリティ。さてどうするかな。これさ、小さなマリオだったらもっと余裕を持っていけたりするのかな。実はキノコが邪魔だった。ほらほら、いけた。なんだよ、デカマリオじゃ難しいとか、そんなのありかよ、畜生め。あー、まさかそんなところで無駄にダメージを食らうことになるとは思わなかった。ここでファイヤーもらえるのね、ありがとう。まあ、ありがたくないか、今のは。今の場合はありがたくない。あ、でもここまでさ、クッパくらい持ってこれるんじゃないの？う？なんだ、びっくりしたな。あー、危ねえ、ガスバーナーとかキラーのタイミングとかが結構ギリギリで怖いっすよ。ここはしゃがんでれば大丈夫。あ、しまった、ダメージを食らっちゃった。いいよ、いちいち笑わなくてさ。ここはタイミングを見て一気に走れ。ここはキラーと、あ、キラーは来ないけどクリボーが来るのね。ちょっと落ち着いて待っていてよかった。
こんなところでクリボーにやられたら笑うに笑わない。で、キノコを取って、バブルがいたけど無視して進んでくる。いや、おお、ぶめえ、まね、まね、ピヨ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 、あー、はー、あー、くそ、くっ、ダメ。ここまで来てやれるか、ピヨピヨピヨ。嘘だろ、スタートからかよ。よし、ここまで戻ってきたぞ。ここまで、ファイヤーマリオのまま来られたのは大きい。で、さっきはここでクッパの炎とかガリガリとかにぶつかってピヨピヨピヨになってやられてしまった。とりあえず、ガリガリに当たらないの最優先でいこう。ファイヤーマリオだからワンダメージはいいんだし、そこはもう食らうつもりで。落ち着いて。どっからクッパの炎が飛んでくるかわかんないからね、あのクソクッパ。お前のせいでさっき、この長いコースをやり直したんだぞ。わかってんのかこいつ。どっか行っちゃった。バイバイキーン。というわけで、せーの、来る。いやー、面白いコースだったけど、中間ポイントが欲しかったからやり直し大変だった。次のコース遊んでいこう。さて、お次はこちらのコース、綾崎優の冒険、天さんのコース、クリア率は約 5% ですね。このコースも1分超えのベストクリアタイムなんで結構長そうだな。とりあえず扉はする。これゆうちゃんじゃないかーい。畜生め、それは完全に想定外だわ。扉入ったらやられちゃうってことがない鍵を持ってここまで戻ってきてくださいよって。そういうことね。チョロップはいいのかな。ゆうちゃんはどこにいるんだよ。ゆうちゃんは最後の最後にならないと出てこないとか。ここ確か飛び越えられないのね。はい。どういう仕様になってるのか今よく分かってないや。土管にも入れない。アミーボは出てきた。チュ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 。これで壁を壊せるようになった。ごめんね、せっかくゆうちゃんが出てきたのにさ。むさい男の声でさ。よいしょ。もう一個ぐらい壊しておくと。通るとき便利そう。チョロップは早めに処理しておくに限る。ここまたツタとかあるんじゃないのかなと思ったら普通のキノコかーい。なんでなんでなんで普通のキノコとか出てくるかな。おっしょ、これ下がどうなってるか分かんなくて怖いからちょっと降りて安全に行こう。危ねえ危ねえ危ねえ。バブルのタイミングでジャンプしちゃった。よいしょ。ここも落ち着いて。これまた戻るの大変だな、めんどくさいな。よいしょ。今日はこのガスバーナーとかによく当たる日だな。お城コースだからやっぱりこういうのが設置されてるのはしょうがないのかな。どうも綾崎優です。ひゅー、なんでここに戻ってくるの。やり直し用の扉ね。うん、ほい、ほい、怖い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 。こっちから行けばいいのかな。綾崎優ちゃんのアミーボあったけど、はい、これで進んで行くで。あ、どこ入れた。このピンクコイン取れてないんだけど。とりあえずじゃあ左側からお邪魔してスタートに戻るとかだったらもうやり直さ。こっちに戻ってくる。はい。で次は右側の土管に入ってみようか。なんだなんだだ。これ別のエリアなの、もしかして。そういうことなの。ここになんかある、なんかある、なんかあるわけではない。はい、どういうことだ。もう一回右。何にもない。この先はいけなそうだし、もう一回次左行ってみるか。コイン、ちょっと分かるように右側の1枚だけ回収しておいて。戻ってくるけど何にもない。どうしよう、残りのピンクコイン1枚はどこにあるんだーい。コインが復活してるっていうことはここまで来たことないエリアってなのかな。お、どうなってるんだーい。ルートがわからないよーい。まあいいか。ここはワンダメージ覚悟で倒す。北中身アミーボのはず。扉の中は、あ、ピンクコイン最後の1枚。これであとはスタートのところにあった扉に戻れればいいんだけど。よいしょ。こいつはもうスルーしちゃうか。その方が安全な気がするよ。ほい。届くかな。届いて。ここでやられたら笑えないからね。さっきみたいなことになっちゃうよ。下にヒューストーン。これでゴールかな。
そろそろゴールだと思うんだけど、綾崎優の冒険。クッパさん、入れない。はい、入れない。ゆうちゃんのままゴールしたいじゃん。ゆうちゃんのままゴールしたいじゃん。ゴールしたいじゃん。よいしょ。はい、できませんでした。最後の最後、アミーボ取ってさ、そのままゴールできるんじゃないかなとか思ったけど、やっぱりダメージ食らうのがくるくるくるだよね。さっきの土管のところどうなってんのか分かんなかったけど、あれはネバーネバーエンドかな、そういうことにしておきましょう。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。